以上、各光殿、宝浜中路からの入り口上海城工廟は、俗称は、老城工廟といい、上海の著名な観光地であり、道教の小一教の重要な休館である。老城工廟は、江北の予縁を呼び、予縁症状に隣接した地にある。金山神廟として、館の大芝、各光が祀られていたが、明の永楽年間に、 金山神廟から改築して、上皇廟となる。上皇廟内には、各光、旗広志博、人家製の三体が建て祀られている。神の同行年間には、老上皇廟は全成を極め、占有面積は約50世まで達した。文化大革命の時に、老上皇廟は襲撃を受けて、心臓は破壊され、廟の建物は他の用途に流用された。 1994年老上皇廟は修復されて、再び道教の寺院となった。現在、老上皇廟は、各光殿、孔子殿、在神殿、時工殿、上皇殿、上上殿などの殿堂を有し、総面積は約1000平方メートル余り。老上皇廟の周辺の廟寺の縁日は、次第に、上海の最も古い商業地区として発展し、 各種の軽食レストラン、骨董の店舗と日用雑貨の市場がずらりと並んで、小籠包、梨工等、ごこう豆などの食品が最も有名である。ありがとうございます。